皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。基礎ステップや基礎ムーブをつないでダンスレベルアップを目指すちょこっとコンビネーション。今回はヒップホップニュージャックスイングの入門初心者レベルでスポンジボブ、パーティーマシーン、クラブステップ、ハッピーフィートを使っていきます。各基礎のレクチャー動画もありますので、そちらも参考にしてください。今回のチャレンジポイントは3つ。強弱の切り替え、スポンジボブとパーティーマシーンのつなぎ、ハッピーフィートプラス腕のネタ。ダンス初心者の時はステップの名前ややり方など覚えるの大変ですよね。その中には似ているステップもあったりして迷ったりすることもあると思います。今回はかなりの確率で迷う人が多いスポンジボブとパーティーマシーンを入れていますので、この機会に覚えていただければ嬉しいです。他にもリズム取りを弱くから強くに切り替えたり、ステップと腕を同時に動かすなど、入門者初心者に課題にしてほしいネタをまとめてコンビネーションにしています。振り付けとなるともっと難しくなってくると思うので、この動画で基礎力を上げていただければ幸いです。解説の中でコツや感覚などをお伝えしていきます。練習用に速度調整した動画もありますし、ショート動画はループ再生するのでその方がやりやすいという方のためにアップしておきます。概要欄のリンクからどうぞ。そして課題曲はこちら。振り付けのスタートがちょうど曲調が静かになるところからなので、そのニュアンスを汲み取って弱くしたり、ビートが戻ってくるところでパワーを上げていただいたりと、曲に合わせて踊ることにも慣れていただくのに最適かと思います。シンプルな曲調なので基礎練習にも適していると思います。曲はアートリストというサイトでゲットしています。紹介リンクを概要欄に貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスを様々な角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンよろしくお願いします。それでは解説スタートです。5、6、7、レッツゴー。それでは A パートの解説をします。まずは映像を判定します。さあ、それでは1エト目からやっていきたいんですが、早速1つ目のチャレンジポイントです。強弱の切り替えですね。1エト目はですね、ニュージャックスイング、このような動きですね。これを4回行いたいんですけれども、最初の2回が弱く、後半の2回を強くお願いします。ではそれを踏まえて解説を見てみてください。まずステップとボディから説明していきます。足は軽く開いていただいて、腰のリズムですね、ちょっと横向いちゃいます。ドンパドンパ、真ん中と左右に振っていきます。正面に戻ります。そしたら最初は真ん中です。その後腰を左、ボディが右に倒れていきます。真ん中、左、3回目、4回目という動きです。これを弱く強く変えていきましょう。最初から少しやってみますね。ボディだけです。セーブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、強く、ファイブ、シックス、セブン、エイ。弱い時は例えばですけど、ちょっと動く、横に移動する幅も狭くてもいいと思います。それから腰もですね、少しアクセント弱めでいいんですけど、例えば少しこの1回目当てました、この次に左に当てるような準備の時に右足にしっかり乗せておいて、左足、左緩めちゃいます。このかかとと腰をリンクさせてあげる、これを少し優しく踏んであげると、ちょっとおしゃれな感じが出るかなと思います。反対側は同じです。今度は反対なので、左足に乗って右膝を緩め、かかとと腰をリンクさせていくっていう感じです。で、これが後半の強いバージョンになると、ちょうど今2回目ここで終わってるんですけど、準備をしっかりとまずは入れましょう。ここでグッとお腹にも力を入れておきます。で、横も移動も大きく、ボディと腰の引っ張り合いもさっきよりも大きく強くというイメージにすると、強弱の差が見えやすいんじゃないかなと思います。それでは次に腕の説明をしていきます。前半の
弱い時は腕をスイング、肘はずっとストレートの状態で構いません。下から振って1、2、3、4、そして後半強いところですね、1回グッと準備しちゃいます。次はブロークンでいきたいので、終わったらスイングが終わりましたら肘を曲げて集めてきます。ここからパンチ、また戻してきてパンチ、準備、遠くに当てていくという感じです。ブロークンバージョンの時なんですけど、この前の手は意識しやすいですよね。後ろの腕の意識が弱くなってしまうことが多いので、特に意識してしっかりと引っ張り合うようにするといいと思います。それでは1エイト目、強弱も意識しながらつなげてみましょう。いきます。5、6、7、8、弱く1、2、3、4、準備、5、6、7、8。はい、そしてですね、この次のステップにつなぐ関係で8とちょっとダブルダウンのような形で準備をしてください。それでは2エイト目の説明に行きます。ステップから説明していきますね。ここはまずはスポンジボブが入ります。先ほど1エイト目がニュージャックスイング、ここで終わっています。そしてダブルダウンでちょっと準備をしてくださいと先ほど言いました。この時にしっかり左足に乗せておきます。右足浮いちゃうぐらいでいいと思います。ここからヒュッと真ん中に集めてきます。張っているところから真ん中にツ、はい、ちょっとこう数字の4を足で書くような感じに寄せていくといいと思います。ここから反対2、1、3、4と持っていきます。この寄せた時がアクセントになるようにしましょう。もう一回やってみますね。7、8、1、2、3、4。それではスポンジボブカウントでやってみます。ニュージャックスイング終わりました。いきますね。7、8、1、2、3、4。はい、スポンジボブの時なんですが、腕は特に指定がありませんので、そうですね、脇を開けてバランスを取るとやりやすいんじゃないかなと思います。では2エイト目後半行ってみたいと思います。今このように終わっているんですが、ここから軸をオンバランスに戻しながら足をパッと入れ替えます。ここから、パーティーマシーンですね。今度は外側にアクセントを取っていくイメージです。タッタッツパッパッ真ん中に戻ってきてください。腕は真ん中で準備したら振り下ろす、振り下ろす、振り下ろす、4回やってください。足のこの伸ばした足ですね、伸ばした足とリンクするようにするといいんじゃないかと思います。ではパーティーマシーンだけやってみますね。スポンジボブが終わりました。3、4、5、6、7、8。さあ、ここのスポンジボブとパーティーマシンのつなぎ目がチャレンジポイントの2つ目になっています。スポンジボブは内側にアクセント、そして、パーティーマシンは外側にアクセント、ちょっと似たステップなんですけども、アクセントを取る場所が違いますね。ですのでスポンジボブが終わった後にここオンバランスにしっかりと戻ってくるというのがポイントになってくるかと思います。これの、これが入っているかどうかで次のパーティーマシンがつなぎやすいかどうかっていうのがだいぶ変わってきますので、この準備すごく大事にしてほしいなと思います。それではそれを踏まえて2度目だけやってみましょう。ニュージャックスイングの終わりがこのようになっています。いきますね。5、6、7、8、1、2、3、4。戻して5、6、7、8。それでは A パート2へとつなげてやってみたいと思います。ニュージャックスイングからです。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
A パートの解説は以上です。この後実践動画を流しますので練習にご活用ください。それでは B パート解説していきます。まず、ステップとボディから説明していきたいと思います。 A パートの終わりがこのように右足が上がった状態で終わっていると思います。最初の2カウントで1、2、前に一歩進んでください。この後、クラブステップが入ります。最初は右左、次は右左2回ずつです。右右左左となります。では続いて腕の説明です。一歩前に出るところは特に決めていませんので、ご自身のお好きなようにやってください。そうしましたらクラブステップの時はですね、このように手を、腰のあたりに当てていただいてしまってください。前からこんな感じで三角形が見えるといいんじゃないかなと思います。このままキープした状態で足だけしっかりと動かしてください。それでは B パートの1エイト目、カウントでつなげてやってみましょう。 A パートの終わりが右足が上で終わっています。セーブン、エイ、ワン、ツー、隠してスリー、イン、フォーをダブル、反対、セーブン、エイト。では B パート後半いきます。クラブステップが終わりましたら今度はラコステというステップが入ります。つま先は両方とも左足を向いた状態、左足はかかと、右足はつま先をついてください。ここがスタートです。そしてパラレルに戻ってきたら今度は反対です。右足につま先を向けてかかととつま先です。はい、右足がかかとで左がつま先ですね。トン、戻ります。そしたら今度はダブルをしたいんですが、左真ん中、左真ん中です。しっかりとツイストも入れられるように頑張ってください。一回足だけやってみます。クラブステップが終わりました。インになっていると思うんですが、ここから跳ねて一気に変えちゃって構いません。せーので、トンタトンタ、ダブル。続いて、ラコステの時の腕の説明をしたいと思います。クラブステップはこのように、腰の後ろで手を隠していると思うんですが、肘と肘で四角を作る感じですね。右に作る、下を通って左に作る。そしたら両手伸ばしながら大きく一周回しちゃいます。そして右にもう一度作る。カウントでやってみると、ワン、ツー、スリー、フォーとなります。では、腕と足合わせてやってみましょう。クラブステップがこう終わってますね。セーブン、エイ、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、最後エイ、フォー、エンで真ん中に戻ってきてください。はい、ではラスト4カウントです。この次はハッピーフィートが入ります。まずはステップとボディの説明です。足は開いた状態でアップ、かかとをつきます。そして戻してきたら今度はインにしながらかかとを前に出すような気持ちでキュッやってください。横向きますね。トン、戻す、インです。で、これなんですけど、もちろん腰からやってもらっても構わないんですが、みぞおちからこのようにスイングするとやりやすいかもしれません。そうすると腰が一緒に出てくれるので、トントンという風になって、よりこういう風にかかとが出しやすくなるのと、かかとをついている状態でもバランスが取りやすいかなと思います。ちょっと今のスイングを意識して横向きでやってみますね。いきます。せーの、おトントン、こんな感じです。大きくブランコに
乗っているような感じで揺れるといいかなと思っています。この時の腕ですが、手を上下と持ってきてほしいんですが、顔の前でクロスするように大きく回してくるとダイナミックになっていいかなと思っています。だいたい45度ぐらいですね。45度、下も45度、ここを目指してトンパッやるといいんじゃないでしょうか。それではですね、次です。この後今インで戻ってだいたいパラレルで終わると思うんですが、この後やることはアウト、イン、アウトしながら徐々に低くなっていきたいです。できればここももう一度ハッピーフィートと同じでつま先上げるといいですね。ここから突きながらさらに落ちていくという感じです。この時に腕が入ってきます。先ほど前半で上と下で斜めを作りました。このままの勢いで、クロスをしてきちゃいます。肘と肘が重なってほしいんですが、特にどっちが前っていう指定はありません。皆様のやりやすい方で重ねてください。ここから肘支点のプロペラですね。肘肘を重ねたら、このまま肘と肘くっつけたままで指先上げてきます。で、上げてきたら一回交差させて、この左手右手の前後を入れ替えます。そうするとまたクロスになるので、降りてきて最後は膝の上となります。ゆっくりやるとハッピーフィートやっていますね。そしてアウト、イン、アウトという流れになります。それでは B パートの後半の1-8をつなげてやってみます。ラコステからですね、いきます。7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8。では最後に B パートを2-8つなげてやってみたいと思います。 A パートの終わりが片足上げて終わってるところですね。5 6 7 8 1 2、隠して3 4 W 5 6 7、ラコステ1 2 3 4 5 6 7 8。 B パートの解説は以上です。この後実践動画を流します。どうぞ。
Come on. We get down with the sound of the old school vibe. Keep it alive with my tribe. はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。エブリバディ第2弾ということでね。はい、ルイナがこのパートで特にちょっと頑張って練習したなみたいなポイントありますか？ハッピーフィートをやる際の腰の前後の動かし方がとても苦手で、すっごい苦戦しました。うん、ハッピーフィートここだよね。はい、ここだよね。そうだよね。こういう腰の前後乗りが入ってくるからね、かつアウトいいをやらなきゃいけないね。はい、この両立がちょっと大変だよね。はい、私はスポンジボールでも本当に難しくて頑張りました。で、それぞれね、いろんな基礎のステップが入っているので、そこだけ抜き出して練習して、でまた合わせていくみたいな感じでやっていくとレベルアップしていくんじゃないかなと思います。でもね、この振り付けなんといっても16ビートでね、跳ねて楽しいからね、はい、皆さんにもぜひ楽しんで踊ってみてほしいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。